こんにちは、しっぽぶりぶりチャンネルです。今年7月につくしが拒食をして病院に連れて行った動画を出しましたが、あれから3ヶ月半ほど経ってやっとつくしの食欲が戻りました。ご覧の通りピンセットから餌を食べてくれるようになりました。食後のペロペロも戻ってきましたよ。全くの拒食から始まって、練り餌を水に溶かしてスポイトであげたり、ハンドリングしながらコオロギを食べさせたり試行錯誤してきましたが、やっとピンセットから食べてくれるまでになりました。餌を見つけた時のこの反応も懐かしいです。結局拒食の原因は誤飲だったのか環境のせいだったのか分かりませんが、とにかくつくしの食欲が回復して本当に良かったです。つくしも薬を飲んだりいろいろと大変だったと思うけど、よく頑張ってくれました。これからもみんなの体調の変化などを注視しながら飼っていこうと思います。今日はせっかくなので新入りのチップちゃんの初給餌シーンもお見せしますね。シェルターの外で休んでるチップちゃんです。お迎えしてから3週間ほど経って少しずつ慣れてきたので給餌シーンを撮影してみました。コオロギを生きてるように揺らしながら近づけます。控えめに噛みつきましたね。お迎えしてから餌は毎回食べてくれるので飼い主も安心しています。最初はもっと控えめに食べていましたが、徐々に大胆に食べるようになって、最近はこの映像よりガブッと噛みつくようになりました。ここからのペロペロタイムがすごい可愛いのでぜひ見てください。真正面でペロペロしてくれるサービス精神がすごいですね。ありがとうチップちゃん。まだまだ止まらないサービスペロペロ。そろそろペロペロタイムは終わりですかね。食べ終わったらパネ火の上でお腹を温めながら寝ていました。チップちゃんは1年以上もショップでシェルターなしの環境で飼われていたので、このようにシェルターの外で休んでいることも多いです。でも徐々にシェルターで休む時間が増えてきているので、この姿を見れるのもあと少しの間だけかもしれません。ここからは安定の爆食姉妹の食事シーンをおまけでお届けします。まずはつみれちゃん、ちなみに7日ぶりの餌です。安定の食いつきですね。つみれのムチムチ問題ですが、最近は給餌ペースを視聴者の方やショップさんに教えていただいた7日に2匹のペースに変更してみました。食いつきにカメラのピントが追いついていません。満足そうに見えますね。また7日後まで我慢ですが、ダイエット頑張ろうね。最後は課長のくるみです。だらっと寝てるのに餌を見た瞬間にこの反応。課長もつみれと同じで7日に2匹のペースに変更しました。2匹目なのに新鮮な反応をしていて可愛いです。外しましたね。この距離なら上手に食べれますね。課長も満足そうにペロペロしています。今回は以上になります。気に入ってくれた方はいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。